ここに一本のツルハシがあります。これは幸運が湧き出る泉を掘り出すことのできる魔法のツルハシです。本書を手に取ったあなたは今幸せでしょうか？嫌な他人、嫌な環境、未だに許せない過去、本当はやりたくないことなど、あらゆる不平不満に煩わされてはいないでしょうか？実はあなたもこの泉を掘るためのたくさんのツルハシを持っています。ただどれが幸運に到達するための魔法のツルハシなのかわからなくなってしまっているだけなのです。幸運とは幸せを運ぶと書きます。幸運には確率で運ばれてくる幸せと自ら呼び込むことのできる幸せの2種類があります。前者は自力でコントロールできませんが、後者は可能です。ということは、いつ運ばれてくるかもしれない幸せをじっと待たずとも自ら幸せを運び込んでしまえばいいのです。本書は幸運を呼び込むための魔法のツルハシの取扱説明書です。どのようにすれば幸せを感じ自ら幸運をつかみ取れるようになるのでしょうか？本書ではやもすればスピリチュアルに傾きかけてしまうテーマを根拠をつけてできるだけ具体的に説明させていただきます。かつあき幸せとは何なのか。幸せとは一体何でしょうか？幸運とは持って生まれた才能のようなものなのでしょうか？魔法のツルハシの正体に迫る前に、まずは幸せの正体を解明していきましょう。塞翁が馬という言葉があります。人生の幸不幸は予測できないものだという例えです。例えば息子が足に大怪我を負ってしまったが、そのおかげで戦争に行かなくてもよくなった。宝くじが当たってその時は大喜びしたが、多くの人がお金でしか自分を評価してくれなくなったなどという事例がそれにあたります。このことわざが教えてくれているのは、一見して不幸な出来事が一概に不幸とは言えない。幸せの場合もまたしかり、起こった出来事はどこまで行っても単なる出来事に過ぎないということです。人から物をもらった時、ありがたいと思う人もいれば迷惑だと思う人もいるでしょう。叱られたことに苛立ちを覚える人もいれば、逆に感謝をする人もいるでしょう。足に怪我を負ったばかりに戦争に行けなくなったことを嘆く人だっているかもしれません。幸せとは特定の出来事を指して使う言葉ではなく、ごく個人的な感覚です。たとえ向こう数年牢屋の中で娯楽もなく過ごすことになっても、その本人が幸せだと感じるならば、それは幸せなのです。二章、幸運とは何なのか。では次に、幸せと幸運はどう違うのかについて掘り下げてみましょう。一章でご説明した通り、幸せとはごく個人的な感覚です。目の前で起こる出来事とは関係なく、幸せだと感じる感覚そのものを指します。対して幸運とはどうでしょうか。運とは巡り合わせ、定めという意味です。自身の努力ではどうにもならない偶発的な幸せのことを幸運と呼びます。ここで不思議な錯誤が起こりますね。幸せ感覚だとすると、幸運とは偶然起きた何らかの物事に対して幸せだと思う感覚ということになります。きっかけこそ偶発的ではありますが、幸運も最終的には結局自分がそう思うだけの感覚に落ち着いてしまうのです。つまり幸運であるか不運であるかを決めるのは、偶然起こった出来事に対するあなたの捉え方ということになります。三章、幸運には2つの種類がある。前書きでも少し触れさせていただいたように、幸運には確率で運ばれてくる幸せと自ら呼び込むことのできる幸せの2種類があります。まず確率で運ばれてくる幸せにはどういうものがあるでしょうか。主には宝くじや懸賞など完全なる確率によって得られるものがそれにあたります。2章の幸運の定義に当てはめれば、くじに外れても捉え方次第では幸せだと言えますが、くじなどは基本的に参加購入の時点で当たりを目的としているので、外れくじコレクターだというのでもなければ、ここでは便宜的にくじに当たることを幸運と表現します。当然くじの当たり外れは自力ではコントロールできません。ではもう一つ、自ら呼び込むことのできる幸せの方はどうでしょうか。こちらは講義の意味では自分が幸せだと感じること全てが当てはまってしまいますが、あえてわかりやすい例だけを挙げてみましょう。例えば自分一人ではどうにもならない問題が発生した時でも、だいたい近くに協力者がいてうまく解決に向かう。自分が遠出を計画するとその日はいつも晴れる。
転職を考えているときにちょうどよく好条件の求人の話が出てくるなどです。それも確率じゃないかと思われるかもしれません。では自ら呼び込むことのできる幸せは確率で運ばれてくる幸せとどう違うのでしょうか。4章魔法のツルハシの正体。話を円滑にするために今後はこの自ら呼び込むことのできる幸せを幸運と表記させていただきます。確率めいた幸運がなぜ自力でコントロール可能なのかは後々解説させていただくとして、まずはこの幸運が湧き出てくる泉を掘り出す方法を考えてみましょう。魔法のツルハシの正体とは一体何でしょうか。感謝の気持ちでしょうか。行動することでしょうか。はたまたスピリチュアルなつかみどころのないものなのでしょうか。幸運の基本とは自分が幸せだと感じることすべてです。幸せとは自分の捉え方、考え方次第である。だからまずは自分が変わりましょう。周りや環境に感謝をし、そのありがたみを知りましょう。いろいろな名言や自己啓発にも書いてあることの要約ですが、他人や環境を変えようとするのではなく、自分が変わる。大抵、ここが結論になっています。では、魔法のツルハシの正体とは、感謝なのでしょうか？魔法のツルハシの正体が感謝だとして、今すぐこの本を閉じて、あなたは急に気持ちを切り替えて、心から周囲に感謝できるようになるのでしょうか？頭では分かっていても、実行に移さなければ意味がありません。では、魔法のツルハシの真の正体は、実行でしょうか？いや、実際、自分は周りに感謝しているけれど、相変わらず周りからは文句を言われるばかりだ。行動も起こしているけれど、だからといって、幸運が訪れるわけではない。そんな声が聞こえてきそうです。どうすれば心から、ありがたいと感謝の念が湧いてくるのでしょうか？どうすれば、今ある環境に対して幸せを感じることができるのでしょうか。魔法のツルハシの正体は感謝や実行よりさらに根本的なものです。結論を言いましょう。魔法のツルハシの正体とは考えることそのものなのです。五章魔法のツルハシを隠していたのは、考えることが幸運を掘り出す魔法のツルハシになるとは一体どういうことなのでしょうか。たくさんの本を読み、たくさんの人の話を聞けば、なるほど、理屈ではあらゆる成功法則を理解するかもしれません。しかし理解しただけで、行動しなければ意味がありませんよね。よく言われるのが、まずは素直にやってみる、ということです。しかし、大半の人はこれができません。実際に行動に移すのは面倒ですし、頭で理解してしまえば、なんとなく、できるようになった気がしてしまうからです。もう一度。4章の例文を引っ張ってきて考えてみましょう。幸せとは自分の捉え方、考え方次第である。だからまずは自分が変わりましょう。周りや環境に感謝をし、そのありがたみを知りましょう。要約では特に気持ちが入りづらいかもしれませんが、これからこの例文について考えてみます。別に改めて考えなくても、言葉通りの意味でしょう。と、あなたはおっしゃるかもしれません。しかし、あなたは本当に、その言葉通りの意味を正しく理解しているのでしょうか。考えなければならないのは、上記の文章を読んだ際にあなたが心に感じた引っかかりについてです。字面で言葉を理解することは非常に簡単です。しかし本当に腑に落ちていたら、あなたは上記の文章を読んだ瞬間に変われているはずなのです。上記の文章から出てきそうな引っかかりいくつか挙げてみましょう。一、幸せとは自分の捉え方、考え方次第である。前の章で書いてあったけれど、どんな内容だったっけ。2、だからまずは自分が変わりましょう。自分を変えるのはちょっと。3、周りや環境に感謝をし、そのありがたみを知りましょう。そんなの分かっているよ。これはほんの一例ですが、内心こんな気持ちのままで実行してみようと思うでしょうか。とりあえず素直にやるという指導に従って、この気持ちを無視したまま型だけ実行してみたとして、果たして成果が上がるでしょうか。いくら自己啓発の本を読んで書かれている通りに実行しても、それを行う意味が実感できていなければ効果は上がりません。これをやるといいという具体的な行動が示されている場合も、ただ体を動かし表面をなぞっているだけでは意味がないのです。やっているうちに身につくということもなくはないですが、より早く確実に自身をより良いステージに引き上げるためには、思考の力が必要不可欠なのです。
6章考える理解する好きになる。まずは素直に聞いて、この項目を実行してください。のためにしなければいけないことはこれです。自己啓発や社内教育の現場にありがちなこういったフレーズは、皮肉にも聞いている読んでいる人間の思考力を奪います。さらに悪いことには、これができないようではダメだと言わんばかりの有無を言わさぬ強制力があるのです。人には自分とは違うものや価値観を理解し認める能力があります。しかし、その違うものや価値観を自分ごととして押し付けられた瞬間に嫌悪する習性も持ち合わせているのです。わらをもすがる思いで本や他人に助けを求める人もいるでしょう。そういった人たちは、行動指針を与えられたことにむしろ感謝をするかもしれません。しかし忘れてはならないのは、その場合でも上記のフレーズは人の思考力を奪うことに変わりはないということです。言われたことだけを鵜呑みにして、または疑いながらもとりあえず形だけは真似して実行すると、どういった不具合が起きるのでしょうか。速読や筆記のような物理的な学習ならばむしろ効果的だと思います。しかし目標達成など手段や解釈、道筋が多岐にわたるものの場合は問題です。ただただ指示された行動さえ言っていれば目的は達せられるという思考で動いているので、いざ変化球が来た時に全く応用が効かないのです。数学の勉強に例えてみると分かりやすいかもしれません。ある教師が、こういう問題が出てきた時はこの公式に当てはめれば解が出ますよと教えてくれたとします。例題の形と公式を丸暗記すれば目先の問題にくらいは対応できるでしょう。しかし、どうしてこういう公式になるのかをきちんと理解できていないと、少しひねった問題が出てきた時に途端に対応できなくなってしまいます。自分の理解が及ばないものをただただ暗記させられるのは普通です。そしてそれは別に数学に限ったことではないのです。数学が嫌いな人は、理解を諦めて問題に対処できる公式をただただ丸暗記してきた人でしょう。もしかしたら暗記すら諦めていたかもしれませんね。逆に数学の面白さを知っている人は、公式を成り立ちから理解し、型にはめずとも自分の感覚で臨機応変な使い方ができる人なのです。7章最善という源泉に到達するまで、自分の頭で納得できるまで考えた末に出た答えは、その時点でのあなたが尽くせる最善です。最善まで行き着いた答えに疑いの余地はありません。では一体どこまで考えたら最善と呼べるのでしょうか。5章で挙げさせていただいた幸せを感じる方法の要約文からの引っかかり例をもう一度振り返ってみましょう。1、幸せとは自分の捉え方、考え方次第である。前の章で書いてあったけれど、どんな内容だったっけ。2、だからまずは自分が変わりましょう。自分を変えるのはちょっと。3、周りや環境に感謝をし、そのありがたみを知りましょう。そんなのわかっているよ。123、いずれも提示された文章に対して否定的だったり軽んじた答えになっています。しかしこれを答えとしてしまうにはまだまだ掘り下げが足りません。例として2の引っかかりをさらに掘り下げてみましょう。幸せになるためにはまず自分が変わりましょう。自分を変えるのはちょっと。どうして自分を変えたくないのか。自分を変えるということに抵抗がある。なぜ自分を変えることに抵抗があるのか。負けた気になる。自分を否定された気になる。誰から。啓発本の著者から。世間から。自分を変えることは負けなのか。他人は変わらないで自分が変わらなければならないのは負けではないのか。と、これはあくまで例であり、皆が皆このような思考の流れをたどるわけではありませんが、このように答えは延々と掘り下げていくことができます。ポイントは、嫌だから嫌なんだと途中で切ってしまわずに、嫌なら嫌なりの理由を探し出すことです。途中で安易に飛躍するとやはり引っかかりを生む原因になってしまうので、できる限り丁寧に噛み砕いて掘り下げていくのが理想です。こうして考えることを続けていくと、必ずどこかであなたが納得のいく最善に突き当たります。そしてその最善を実行することは苦にならないはずです。もちろん最善という名の源泉に到達するまでには膨大な量の考え事をしなければなりません。ましてや引っかかりを感じることすべてを上記のようなレベルで掘り下げていくと考えたら、始める前に気が遠くなってしまいそうですよね。辞書では
あなたが上手に魔法のつるはしを使って泉に到達できるように、ちょっとした使い方のコツをご紹介いたします。8章、魔法のつるはしの使い方のコツ。考えることの目的は絶対的な答えを出すことではありません。考えることの目的はこれが最善だと自信を持って言えるあなた自身の解釈や判断を導き出すことです。考えることは要所要所に湧き出す泉を追って永遠の旅路を歩くことに似ています。考えることによって考える力、魔法のつるはし自体が研ぎ澄まされていくと、当然泉への到達速度も倍化します。明確な答えを出せないなら意味がない、考え出したらキリがないと思ってしまいがちですが、考える力を磨くこと自体にも意味はあるのです。そして繰り返しますが、この世の全員が納得する絶対的な答えなどないということを理解しておいてください。周りや世間の意見がどうであろうと、大多数の意見と違っていようと、あなたが最善だと思ったことこそが幸運が湧き出る泉の源泉なのです。もちろんこの結論にも違和感を持ったら、どんどん疑ってかかってください。掘り下げて掘り下げて掘り下げていった先に、あなただけの泉が待っているはずです。もう一つ、考える時のコツを挙げるとすれば、ダメだと他人から思われているな自分と向き合い、きちんと認めることでしょうか。教育という名の強制力は、否定的な意見やネガティブ感情を嫌悪します。そういった自分が提示した意見に反する考え方を、やる気がない、反抗的だと排除する傾向さえあります。他人からダメなやつだと思われたくない、自分の意見を主張して口論になるのも面倒だと、自らの意見を覆い隠して表面をなぞっていれば楽ですが、そこに成長はありません。そこで思考を止めてしまったら、ずっと不満を抱えたままその場しのぎを続けなければならなくなってしまいます。自分を変えるのは嫌だ、面倒くさい、なぜそんなことを、どうしてそこまでしなければならないのかというネガティブな感情は、考えることの始まりです。幸運が湧き出る泉へと掘り進み始める大きなチャンスなのです。感情のままに不満を周りにぶつける必要もありませんが、だからといって封じ込めておく必要もないのです。自分はなぜそう思うのか、どこに引っかかりを感じているのか、とことん向き合ってみてください。9章、魔法のつるはしの使用上の注意事項。使い方にコツがあれば、逆に注意しなければいけないこともあります。本質的には同じことの言い換えになってしまいますが、一つの答えに対する式解釈は無数にあります。理解を深め、解釈上の漏れを少しでもなくすために、あえて書かせていただきますので、ぜひご自身の理解度と照らし合わせながら読んでみてください。まず一つに、考えに考え抜いて納得して出した結論が絶対に正解ではないということです。実際に最善を実行していく過程で、また新たな不具合が出てくるかもしれません。それでも結論を出した時のあなたが、リスクも含めそれが最善だと納得できていた上での選択ならば、それがその時のあなたの全力だったと、また納得できるはずです。自分に対しても人に対しても見栄を張らず、その時点での自分の全力を認めることは非常に有用です。なぜなら、自分が全力を尽くした末に出た問題点を改善することができれば、今日のあなたは昨日のあなたよりも確実に成長していると言えるからです。あとは表面化した問題をまたひたすら納得のいく答えが出るまで考え続ければいいだけです。もう一つ注意していただきたいことがあります。魔法のつるはしは使い方を間違ってしまうと、時に自分を傷つけてしまうこともあるということです。特に強いストレスがかかっているとき、自身に向けてのネガティブ感情に侵されているときは注意が必要です。考えることは非常に大きなエネルギーを消費します。ただでさえ強いストレスにさらされている状態でずっと脳を働かせ続けていると、脳も疲れてしまい、正常な働きができなくなってしまいます。そうなってしまうと、考え方自体が悪い方へ傾きやすくなってしまいますし、ひどい場合はうつ病などにもつながりかねません。考えることに疲れてしまった時は、まず脳を休ませてあげてください。問題が大きければ大きいほど、何とかして現状を打破しようと焦ってしまいがちですが、自分が追い詰められていると感じる時は、自分を回復させてあげることが先決です。事情があってストレス源から離れられない場合は、結論を急ぐのではなく、一時的な回避に向けて注力するのもいいでしょう。そういった強力なストレス源とは、
今、無理に向き合おうとしなくても大丈夫です。将来の、今よりも成長したあなたが、自然に考えてみようかなと思えた時こそが、その問題をきちんと考えられる時なのです。10章幸運を呼ぶメカニズム。幸運の基本とは、自分が幸せだと感じることすべてです。上辺だけで理解するのではなく、感じられるようになるためには、自分の頭で考えることが必要不可欠です。3章まで遡り、もう一度、幸運とは自ら呼び込めるものであるのかを考えてみましょう。以下が当初、自ら呼び込むことのできる幸せとして挙げさせていただいた例です。自分一人では、どうにもならない問題が発生した時でも、だいたい近くに協力者がいて、うまく解決に向かう。自分が遠出を計画すると、その日はいつも晴れる。転職を考えている時に、ちょうどよく好条件の求人の話が出てくる。見ての通り、起こっている出来事自体は、単なる偶然です。幸運かそうでないかの違いは、どこに目を向け、どう捉えるかです。運が悪い人は、自分一人ではどうにもならない問題が発生した時、その問題の発生自体に注目し、自分はついていないと嘆きます。運が悪い人は、自分が遠出の時に毎回、たまたま晴れていることに気づきすらしません。幸運とは、感じるものです。考えることで、物事に自らプラスの意味を見出すことです。自分に都合のいいように考える能力、と言い換えてもいいでしょう。自分にとっての最善の捉え方、選択を持って生きることができれば、世の中は楽しいこと、ありがたいことだらけであることに気づけるはずです。感謝、という言葉は少し重いかもしれませんが、幸運を感じられることは、周囲のあらゆるものを肯定的に受け止められることと同意です。もちろん、自分の思う最善を生きていれば、自己肯定感も生まれてくることでしょう。最後の転職、求人の例にしてもそうです。好条件の求人先に感謝すると同時に、自身が転職に向けてアンテナを張るようになったから見つけられたのだ、と、自己、他者、両者に向けての肯定感が発生するようになります。周りに感謝し、生き生きとしている人の周りには、人が集まります。自分を肯定してくれる存在である、あなたの周りに集まった人たちは、率先して、さらなる幸運を、あなたに運んできてくれるでしょう。巻末付録幸運を呼ぶ魔法の問いかけ。Q1、幸運とは一体何でしょうか ?Q2、魔法のつるはし考えることを覆い隠してしまっていたのは、何ですか ?Q3、考えることが幸せにつながるのはなぜですか ?Q4、ネガティブ感情に蓋をせず、きちんと向き合った方がいい理由は何ですか ?Q5、正解と最善との違いは何ですか ?Q6、理解と感じることとの違いは何ですか ?Q7、幸運が偶然に左右されないものだとしたら、それはなぜですか ?Q8、幸せとは自分の捉え方、考え方次第である。だからまずは自分が変わりましょう。周りや環境に感謝をし、そのありがたみを知りましょう。以上の要約文を、あなたの魔法のつるはしを使って、最善の結論まで掘り下げてみてください。後書き。幸運が湧き出る泉の土は、掘れば掘るほどに柔らかくなります。一度掘り当ててしまえば、さらに掘り進めていくのに、それほど労力入りません。事象や、物や、評価は、ただそこにあるだけのものに過ぎません。幸運も不運も、幸せも不幸せも、すべてはあなたという人に決定権があるのです。この本の目的は、考えるという過程を踏むことによって、あなたにご自身なりの式を構築していただくことです。なので、巻末にこの本の要点をまとめることは、あえて控えさせていただきます。まとめとは誰にでもわかりやすい。一つの答えです。忙しい毎日の中で、何かを学びたいと思った時、誰かがまとめてくれた答えだけを拾っていけば、確かに効率的です。しかしそれは果たして、本当にあなたの中に吸収されているのでしょうか？人は答えを知ってしまうと、すべてを理解したつもりになってしまいがちです。答えの代わりに、いくつかの問いかけをご用意いたしましたので、まずはここから考えてみてください。願わくば、あなたがご自身の魔法のつるはしで、数々の幸運を掘り当てられますように。